今日の県内は3分の2の観測地点で今年の最高気温を更新しました。須坂市では暑い日に嬉しいお得なキャンペーンが始まっています。かき氷がたまらない季節になりました。ふわふわしててとても食感が良くて美味しいです。美味しいです。暑くてもう夏来たなって感じです。今日の県内は朝から気温が上がり、観測地点の3分の2で今年の最高気温を更新。上田で 34.8 度、松本と佐久で 34.5 度と猛暑日一歩手前の暑さとなりました。ここ須坂市我流公園では予想最高気温33度を超えるとかき氷半額です。暑い日が続き客足が遠のく夏場、公園に足を運んでもらおうと我流公園商店会が企画しました。ふわふわで美味しいです。夏にぴったりです。もう最高です。半額でその結構量かき氷あったんですけど、その量のかき氷が食べれるっていうのはとてもいいので、やはり半額となるとお客様も本当に喜んでいただいて、暑すぎてお客様ちょっとここに来るまでが暑いので大変かと思いますけれども、ぜひ来ていただければいいことがあるのでね。半額サービスは来月末まで実施されます。明日は各地で今日よりもさらに気温が上がる見込みです。